ためにいろんな仕事をやってきた人で、まあ、そういういろんな国際的にも、いろんな有名人になっていたんで、まあ、そういういろんなことを考えて、今はアメリカにいらっしゃるんですか今アメリカね。にいるんです。はい。息子さんがまだ中国にいるということでも、で、子供たち3人、中国にいて、まあ、子供、男の子2人が、まあ、2006年、作り話で逮捕されて、今も刑務所にいるんですね。まあ、冤罪というか、勝冤手に、罪ですね、冤罪で刑務所に入れてしまって、まあ、ラビア・カデルさんの全ての資産を中国共産党が全部自分のものにしてしまったっていう現状ですね。じゃ、そのラビアさんが今回の世界ウイグル会議において、どんなお話をされたんですか？まあ、ラビア・カデルさん、今回、まあ、2回大きな演説したんですけども、1回目はその19日、我々がいろいろ講座を受けて、その後アメリカにいるウイグル人らとお話し会やった時、その時、まあ、お話ししてくれて、まあ、今たくさんの我々の現状、どこまで厳しくなっているのか、それからたくさんの、まあ、外国にいるウイグル人らがふるさとに戻った時、まあ、あそこに、まあ、たくさんのビルが建てたとか、道路が良くなったとか、いろんな話を知ってるんですけども、まあ、その道路の利益を受けてるのは誰なのか、その高いビルの中で住んでるのは誰なのか、それをよく調べて、それからそこが誰のために建てたビルなのか、誰のために作った道路なのか、それを判断しないで、ふるさとが良くなったっていう話は、皆さんがもうやめてほしいってね、彼女は。まあ、一見、久しぶりに帰ってビルが立ち並んで、すごく経済が発展したかのように見えるけれども、本当のそこにいるウイグル人たちは、まあ、全然経済の、恩恵というか、潤いを受けてないということですよそうですね、ね、全実際然誰は。も、まあ、受けてないっていう状況まあ、漢民です。族がどんどん入ってきて、そうですね、漢民族らが、まあ、すべての利益、漢民族らが得て、1年前、ウイグル地域に入ってきて、1円も持ってない、あるいは中国元で1元も持ってない者らが、1年経ったら、高いビル、マンションなどで、家買うように力になってしまうっていう、不思議なところが今、ウイグル地域でね、たくあさるんんです出てるか？んですね。それに対して、ラビア・カダルさんが大いな批判を、ね、我々はそういう現状は、利益を受けてるのは私たち民族じゃないっていうことを宣伝してるのに、たくさんの人らが、中身わかんないで、高いビルだけ見てね、発展したって。その発展しても我々何の利益もない。で、2回目の大きな演説は、我々のスカイウーグル会議、開会式で、ラビア・カデルさんが話したんですね。そこで、まあ、世界の全ての国々の人々らが我々の運動を理解してくれて、今まで応援してくれたことに大きな感謝。それからアメリカ合衆国が、今回、中国政府からたくさんの圧力をかけたにもかかわらず、圧力は実際かかってたんでですか？も私たちもそのアメリカにいる、その会議やる準備にしてきた方らに伺った結果、中国はものすごく圧力をかけたそうです、アメリカ政府に。で、アメリカ政府は、この国は自由な国で、まあ、誰が、どこで、どういうふうに仲介するのか、我々アメリカ合衆国の法律に違反しなかったら、それは我々は堂々とやれさせるべきだと。そうですよそういうね。話で回答したって。で、今回会議でスピーチしてくれた6人の議員たちらにも、中国大使館からいろんな働きをかけたそうですが、彼らは、我々は
約束したことは必ず実現しなきゃいけない。それから、そういう、今回の会議やる人間らは、あなたたち言ってるのはテロリストじゃないっていう。彼らは堂々と平和的に今までやってきたってことはね、我々はいろいろ調べて、それを、確信したので、それはあなたが私どこにスピーチするのか、あなたが私に、命令出すものじゃないって。アメリカ政府に対して政府同士でそういう圧力だけでもなく、個人のそういう国会議員にもそういうふうに大使館から圧力がかかって、その内容としてはやっぱり、テロリストだとか、そういう内容で圧力をかけるんですか？あの会議はテロリストらがやってる会議とか、なるほど。国を分裂させる者らがやってる会議とかね、そういう分裂事主実義を者とか。我々の会議に参加してスピーチしてくれた議員らが全部明らかにしたんですよ。その大使館が彼らのところに行って、彼らがそういう話してくれた人を追い出してね、出てけよ、ここはアメリカ合衆国であなたが話するところじゃないって、私が何やるのか、それは私の自己判断でできるからっていう形になったとかね。で、ラビア・カデルさん、その話の中で、今まで私たちはいろんな国際的に、中国が、力強くなってきて、いろんなところに圧力かけて、我々を、テロリストの組織として、宣伝してきたんですけども、でも我々は、ずっと平和的に、自分たちがどういうものなのか、今の世界にアピールできたんですから、今の世界は我々がテロ組織ではない、本当のテロ組織は中国であるということはみんな知ってたっていう、ところで話してくれて、この、長い旅、みんなものすごく、苦労してきたんですけども、これから国際社会は必ず我々を賛同して、我々と一緒に立って、我々のために応援してくれてくることは間違いないっていう、内容で、スピーチしてくれたんですね。そうなると、一番最初の第1回のラジオでも出ましたけど、国会議員の、アメリカの国会議員の方々がおっしゃった、もう怖がらなくていいっていうのが、すごく、そうでね、す胸ね。に迫りますね。あなたたちやってるのは正義なことですから、怖がることはないって。今回の、ラビア・カデルさんの、ワシントン、DC で行われた会議の開会式のスピーチの最後には、我々は、いろんな運動、いろんな実績上げてきたんですけども、まだまだ私たちは困難、ところも、たくさんある。その一つは、重要なことは、士気の面で、我々はまだまだ弱い。で、例えとしては、今、チベットの運動は、全世界で1000人ぐらいの方々らが、給料をもらいながら自分の運動をやっている。いや、私たちは、たった4人しか、この運動をやっている方の中で4人しか給料をもらってないという、実在の困難を、我々の前で、あるということは、それでも皆さんが最後まで信念を持って、頑張れば、いい日々もこれから来るんじゃないかなという話で、みんながこれからも一緒に頑張るようにという、最後にして、スピーチを終わりにしたんですね。実際も今、皆さんもご存知のように、士気の面で本当に弱いっていうか、もう本当にそういう形なんですね。日本において、ても日本ウイグル協会も今、ものすごくね、ご存知のそうようですに。ね。チベットと比べるのもあれですけど、例えばチベットっていうだけでも、日本国内でも様々な組織もありますそうですし、ね。ウイグルですと、本当に限られてきますよね。そうですね。そういう面でおいても、今後の課題としては、そういう、資金面が一番大切で大変な部分なのかなと思いますね。
世界ウイグル会議についてイリハム・マハムティさんにお話を伺いました。次回も引き続きお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。